このそば。借金なんて何かの悪夢だ。寝て起きたら借金が消えてるはずなんだ。カズマ、いつまでそうやってダラダラしてるつもりですか？落ち込んでいても借金は減らないぞ。そろそろクエストの一つでも受けてみたらどうだ。本当の俺は血のつながってない美人のお姉さんと妹に囲まれて何不自由なく暮らしてるはずなんだ。ダメね、完全に現実逃避してるわ。まったく情けない人ですね。なあ、ほらチョムスケも情けないって言っていますよ。そろそろ爆裂魔法が使えるクエストを受けましょう。断る！俺はクエストなんて受けない、絶対にだ。いくら借金があるのか知ってんのか。俺たちが受けられるクエストの報酬程度じゃどれだけ受けてもこの莫大な借金の返済には程遠いんだよ。こうなったらもうものすごい荒稼ぎができる方法を思いつくまで俺は寝て過ごす。ちょ、何を地べたに寝っ転がってダダをこねているんですか。子供ですか。早く起きてください。嫌だね。ああ、お前どこ引っ張ってるんだよ。どこを向かれようともな、絶対に起きないぞ。俺はやるときはやる男だからな。カズマさん、なんだかクズさに磨きがかかってるわね。ああ、皆がここまで言ってるのに動こうとしないとは。クズマの将来が楽しみだな。ねえ、クズマさんはしばらく放っておいてご飯でも食べに行きましょう。私はお腹が空いちゃったわ。そうですね、クズマは置いていきましょう。ちょっとくらい頭を冷やすといいのですよ。あいつら本当に置いていきやがった。日頃の絆はどこ行ったんだよ。まったく。それにリアたちも薄情だよな。まあいろいろあったけど、多少の恩義はあるんだし、稼ぎの一部をくれたっていいだろう。いろいろあったけど、ああ、空から金でも降ってこな。ふん？何か踏んだみたい。ゴミかしら。あらやだ、最近のゴミって喋るの？この女、楽しそうに人の顔踏みやがって。どうしたの？もっと踏んでほしいのかしら？おいこら！いつまでも人の上に足を乗せてんじゃねえ。俺はな、魔王軍幹部すらも黙らせると評判のカズマさんだぞ。知らないわよ、興味もないわ。地面を這い回るウジ虫の相手なんてしてる場合じゃないのよ。さっさと用事を済ませないと。こら、ちょっと待て、まだ話は終わって。受付の方はいるかしら。いらっしゃいませ。本日はどういったご用ですか？宝石採取クエストの報酬を受け取りに来たの。これが成果よ。この袋の中全部ですか？しかもどれも貴重なものばかり。今回も素晴らしい成果ですね。冒険者だったのか。しかもあんなにレアな宝石を大量に取ってくるなんて、すご腕だな。おいくらになるかしら。このスバ。お待たせしました。お預かりした宝石類すべて合わせて700万エリスになります。700万？あら、1000万はいくかと思ったのに。はした金ね。ちょっとこの人、700万をはした金って言いました。まあいいわ、ありがとう。これはほんのお礼よ。困ります、チップなんて受け取れません。お気持ちだけ受け取らせていただきますね。
仕事に真面目なのね。あなたみたいな人って好きよ。それじゃまた何かあったらよろしく。ほう、ずいぶん羽振りがいいな。代わりに俺が恵んでもらいたいくらいだ。しかもよく見たらなかなかに色気のあるお姉さんじゃないか。あれ、カズマくんじゃない。口をあんぐり開けてどうしたのさ。クリス、いいところに。今ギルドから出て行った女を知ってるか。今のってメリッサさんのこと？黒くて長い髪のメリッサっていうのか。この町の人間にしてはやけに羽振りがいいみたいだからちょっと気になったんだけど。彼女は冒険者だよ。職業はレンジャー。メリッサさんはね、各地を転々とする凄腕のトレジャーハンターとしてその筋では有名なんだよ。凄腕のトレジャーハンター、しかも金を持ってて色気もたっぷりのお姉さん、これだ。ついに来たぞ、必殺の借金返済方法。ヒヤッホー。ちょっとカズマくん、どこ行くの。メリッサを追いかける。そして仲間にしてくれって頼むんだよ。仲間に無理なんじゃないかな。メリッサさんは一匹狼で誰とも組まないって。話してみないとわからないだろ。有能なやつと儲かるクエストに行って大金を稼ぐ。これで借金なんかどうさらばだ。待ってろよメリッサ。このスバ。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ。あの、お姉さん、トレジャーハンターのメリッサさんですよね。そうだけど、どうしたの。お願いです、この前盗まれたお母さんの宝石を取り戻してください。とても大事なものだから。お母さんすごく悲しんでて、綺麗な首飾りに涙の形をした紫色の宝石がついてる。私に見つけてこいって依頼してるの。言っておくけど、ただ働きはしないわよ。これで足りますか。お小遣い貯めてきたんです。ふん、小銭ばかりじゃない。残念だったわね坊や。他を当たりなさい。え、そんな、お願いです。頼る人がいなくてどうしたらいいか。くどいわね。そんなに大切なら自分で探しなさい。これ以上何か言うと痛い目に遭わせるわよ。ごめんなさい。あの子泣いてるじゃねえか。仲間にしてもらおうと思って尾行してたのに、やばい現場に出くわしちゃったな。その前はナンパしてきた男をビンタして倒し、勧誘してきたアクシズ教徒を人睨みで退散させた。こんな奴と組んで大丈夫かちょっと不安になってきたな。だがトレジャーハントの実力者なのは間違いないし。そこ、誰かいるの。なあ、まさか潜伏スキルが見破られて。この猫やばい。あの女まさか猫まで踏む気じゃ。にゃ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 んて可愛いの。お話めってる。お耳もピクピク動いて可愛いでちゅね。ん、なんだこいつ。俺を踏みつけてた女と本当に同一人物か。
ひゃー、あ、逃げないで。餌もあげたかったのに。昔からこうなのよね、犬も猫も大好きなのに、どうして私には懐いてくれないのよ。あー、いるよな、動物好きなのになぜか動物から嫌われるやつ。かわいそうに。って待てよ、ひらめいた。こいつの動物好きをうまく利用すれば、この巣場。どれも微妙ね。もしかして報酬のいいクエストをお探しですか、凄腕トレジャーハンターのメリッサさん。ん、変質者。違う、この前ギルドで会っただろう。ああ、ゴミの佐藤和馬です。以後よろしくお願いします。何でもいいわ、私はあなたに興味ないもの。お金もあまり持ってなさそうだしね。いや、そう言わないで話くらい聞いてくれよ。悪い話じゃないと思うんだけど。何度も言わせないでくれる？興味なんてないから。これでもか。なあ、きゅ、きゅ、なんなのこの子、羽まで生えてる。なあ、しかも触っても逃げない。にゃ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 んっていい猫ちゃんなの。思った通り、チョムスケに食いついたな。触るだけじゃなく頬ずりしても逃げないかしら。ねえ、この猫ちゃんの名前は。こいつの名はチョムスケ。俺の話を聞いてくれるのなら頬ずりしてもいいぞ。本当に、キコキくん、だから早く頬ずりさせて。決まりだ。では俺の屋敷でゆっくり話そうじゃないですか、メリッサさん。にゃーん、ほにゃにゃーん、羽もピクピクしててかわいいにゃーん。ちょっと触りすぎです。チョムスケが嫌がっているので離してあげてくださいよ。いやよ、だって私が触っても逃げない猫ちゃんなんてめったにいないんだから。何を開き直って。カズマ、この女性は一体どこのどなたですか。こいつはメリッサ、凄腕のトレジャーハンターだ。ちょっと商談があって来てもらった。商談って、カズマさん、また小ずるいこと考えてるの。ねえ、悪いことは言わないわ。借金は地道に返しましょう。地道に返そうと思ったら何十年かかると思ってんだ。多少のリスクは仕方がないだろう。おいカズマ、客人の前で口論はよせ。メリッサと言ってな、紅茶でよかっただろうか。ふん、出すのが遅いわよ。もてなしに対してこの仕打ちと冷めた視線。さすがはカズマだ。こんな人材どこで見つけてきたのだ。話が全然進まねえ。なあ、3人とも席を外してくれるか。そろそろ本気で話がしたいんだ。あ、チョムスケはこっちに頼む。つまり私とパーティーを組んで一緒に依頼をこなしたいってことかしら。その通り。言っておくが、俺は魔王軍幹部とも互角に渡り合った実力者。組んでも損はないと思うぜ。損はあるわよ。どうせ分け前をよこせって言うんでしょ。私の報酬が減っちゃうじゃない。いや、むしろ増えるはずだ。なんせ俺は幸運値だけは人並み外れて高いからな。貴重な宝石に出会う確率だって上がるだろう。それに俺は冒険者登録の時、冒険者よりも商人に向いてるとまで言われた男。採取した宝石を売りさばくのも任せてくれ。最初は分け前で借金を返し、メリッサの仕事のやり方を覚えたら同じ方法でさらに儲けてやるというのが本音だけどな。いろんな通り名を持ってるのね。でもダメよ。どうせ仕事のやり方を私から盗もうって腹積もりでしょ。うー、バレてる。利用するのは好きだけど、利用されるのは嫌いなの。
第一、私はあなたのために働くつもりはないわ。それなら、俺のためじゃなくチョムスケのためだと言ったらどうかな。なあ？チョムちゃんの？どういうこと？慌てるな。まずは紅茶を飲めよ。ゆっくり話そうじゃないか。このスバ